こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、都市封鎖後の生活がどのようなものかってことを、中国からずっとね、情報を送っていただいている私の塾生さんからの、伝言をですね、伝文をお伝えしようかと思います。ちょっと画像とかね、動画っていうのはあまりにも、ショッキングなんでお見せできないところがあるんですけども、十分ね、お話で伝わるところがあると思います。で、その方はですね、高層マンションに住んでいます。マンションの二十何階かにレジデンスに住んでいて、で、1日に1回とかね、1日に2回ぐらいは自分の、マンションのドアを開けてですね、エレベーターに乗って、下に行くことはできるそうです。1日1回か2回です。何回でもいいんですけども、特に用事がないんで1日1回から2回からしか出ないそうですけどね。で、なんで下まで行くのに外に出れないかっていうと、実はエントランスにですね、どなたかよくわからない人が外出チェックをしてるんですよ。で、外出のチェックをするときに自分の名前とか電話番号とかを書いて、で、いつ頃帰るのかとか、どこに行くのかとかね、それから体温を測ったりとかされるそうなんですよ。で、当然マスクとか手袋は着用のもと出かけなければならないんですけども、その理由がね、大抵の場合、そのマーケットから来た食品を買いに行くみたいなことだったらいいんですけども、誰々に会いに行くとか、どこどこの施設に行くっていうのは完全にちょっと NG で、ほぼね、軟禁状態だそうなんですよ。そういうことでね、ゴミを捨てに行く時とか、食料を買いに行く時だけ、その車で食料を持ってきてくださる方がいるそうなんですよ。で、それ買いに行く時ぐらいは外出してるということだそうです。で、食品は週に1回から2回もしくは3回ですね、不定期に、事前に予告があって、予告があって、何月何日にどんな食品がいくらぐらいで提供されますから買いに来てくださいみたいな感じで集団注文なんですよ。そこに関しましては、このレジデンス1棟のね、住民200人ぐらいいる、そう、200個ぐらいあるそうなんですけども、その方向けに、200家族向けに食品がありますので買いに来てくださいみたいな感じなんですよね。で、行ってみるとちょっと多めに買う人もいるみたいで、だいたいお米はすぐ売り切れちゃったりするらしいんですよ。で、野菜があったりとか、それからね、加工肉、生肉はないです。で、生魚もないです。加工した魚とか加工した肉、ソーセージとかね、あとは冷凍物の魚ですか、そういった切り身とかがちょっとあるぐらいで、非常に鮮度は悪いそうです。でも、それしかもう食品がないんで仕方なく買うみたいなんですよね。そういった暮らしだそうです。これがだから中国の一部で起きていることです。全体ではないです。その家族しかわからないんですよ。本当にね、そのマンションに住んでる他の住民がどうっていうのすらわからないんですよね。で、たまにベランダから顔を出して下を眺めたら向こうの人と顔が合うみたいなことがあるそうですけども、コミュニケーションは基本的にスムーズに取れないんで、家の中でね、テレビゲームをやってるか、家族でしっかりとした時間を持ってるからそうなんですよ。ここでね、ちょっと副産物的に家族と過ごす時間がものすごく増えたのは良かったって言ってましたよね。今までね、本当にこれほどまでにお互いの幸せを考えたことあっただろうかとかね、で、当初はストレスがお互いにぶつけ合ったりもしたんだけども、その生活からね、で、1ヶ月以上過ごしてみると、その家族にストレスをぶつけると結局自分もその同じ空間にいにくいので、すぐに問題を解決するようになったのと、お互いに許す精神がすごくできてね、で、前向きに挑んでいこう、そしてなんかね、トラブルが起きたらこの生活のせいだっていう風なところで帰着するんで、お互いに結局意気投合するらしいんですよ。だから、そういった部分でね、日本にもしこれから都市封鎖なんてことが起きるようになったら、ぜひね、家族との関係をもう一回一からやり直すことに時間を使ったらどうかっていうアドバイスをくれましたね。多分日本ではお父さんが出かけていって、お母さんが忙しい中家族の面倒を見るみたいな感じでお互いに疲れ切ってるんではないかなと思うんですよ。で、夜お父さんが帰ってきてね、家族の語りがどのぐらいできるかっていうこともなかなか難しいと。で、お互いに言いたいことが言えなかったりとか、お互いの不満を伝えきれなかったりとかしてね、なんとなくイライラして顔を背けがちになるみたいなことあるみたいですけども、私もそれね、日本ではあるかなと思うんですけども、おそらく、中国でもそういうことは最初あったけども、しっかりと時間を使うことによってね、もう2ヶ月以上は軟禁状態ですから、きっとなんかいろいろとね、お互いにやることが見えてくるんじゃないかなと。で、その家庭の奥さんは結構ね、外に出れなくなってストレスがたまるんで、家の中でね、体操したりとか、旦那さんと一緒にね、
若い頃の話を思い出したりとかして、なんかどう楽しく過ごせるかっていう工夫に使ってるらしいんですよ。であとロサンゼルスからね、最近は情報をお寄せいただいた方、この方も動画をつけて送ってくださったんですけども、この方もねレジデンスのかなり広いところに住んでいて豊かな方なんですけども、塾生さんでいらっしゃってですね、その方はですね、窓から見えるその望遠の模様をですね、街の様子を届けてくれたんですけども、23時59分から外出禁止にはなっていて、深夜に出かける人はさすがにねいないんだけども、ただお昼はね交通量が減ったとは言っても、ちゃんとハイウェイはフリーウェイですか、フリーウェイは流れていて、車はいつもの普段の3分の1ぐらいだけども、本当に渋滞もなくスイスイとね、運んでいるということだそうです。で、街の方に行くと営業している店舗っていうのは非常に少なくて、一部の飲食店とかね、一部のコンビニエンスストアとかスーパーっていうのが動いてるだけで、多分ね世の中のマーケットのバランスはこれなんじゃないかなとその人は言ってましたよね。だから世の中の3分の1ぐらいの店舗がなくて、3分の1ぐらいで店舗はよくって、3分の1ぐらいでスーパーはよくって、3分の1ぐらいで飲食店はよくって、それで適正な価格でバランスが取れてるはずだって言うんですよ。でも下手にねいっぱい出ちゃうから、お互いに競争のためにね、競争原理が働いて過当競争があるんじゃないかなとかお話されてましたね。まあ、そういうふうにね、私もね去年の12月ぐらいから都市封鎖の模様を一つ一つ拝見していってですね、まあ気持ち的には結構準備ができているところです。こういうふうな順番で徐々に都市封鎖ってのが起きていくんだなと。で、中国みたいにね結構ね高圧的な都市封鎖もあるんですけども、ほとんどの都市はそうではなくて、まずは自主的な要請から始まるんですよ。自主的にこういうのやめてくださいねって。一番最初は、まあ、コンサートとかイベントの大規模な1万人以上の集会はちょっと遠慮してくださいとかになって、それが5000人以上はちょっとやめてくださいになって、1000人以上はやめてくださいになって、ついにねやっぱ100人規模のもご遠慮くださいみたいな。で、まあ私の町ではね20人前後の町内会すらもうやらなくなってきたということなんですよ。ちょっとそれはやりすぎかなと思うんですけども、でもね人の気持ちってのはそういうふうに動いていきますから、私は個人的に大丈夫だっていうふうに考えてますし、誰よりも安全管理をしながらも、そこまで怯えることはないと思ってますけども、私ほどの安全管理をしてない人が結構ね怯えていて、もう外出もしないし人とも会わないみたいなことを言ってるんですよ。言ってるけども、私と違ってその方はお勤めもしてますんで、大多数の方はお勤めしてますんで、結局ね多くの人がいるところに出かけていくってことが続いてるということです。ただそれがね要請の範囲で外出を控える方がやっぱ社会には一定数いるんで、それで、まあ、いろんなところに集まる人がまばらになればいいですけども、やっぱりほとんどの人はそうではないですよね。ほとんどの人は出かけざるを得ないし、外出せざるを得ないし、人と会わざるを得ないし、人が集まるところに行かざるを得ないような暮らしから離れられないんで、そうなると要請からちょっと強制力を働かしたね指示とかになってくるのかなと思うんですよ。まあ、そうなると、本当にね食品を流通する方とか医療に関わる方以外はほとんどやめてくれっていうふうな形になるのかなと思うんですよね。それが間もなく日本でも起きるんではないかなというふうに私は思ってるんですよ。まあ以上がですね、都市封鎖が起きたらどんな暮らしになるのかってことなんですけども、やっぱ人はやっぱ慣れるってところがありますんで、最初はね動揺したりとか、まあ反抗したりするんですけども、徐々に限られた範囲の中で団結してね、みんなでちょっとこの極難を難局を乗り越えていこうかっていうふうな気持ちになるのも確かだそうです。ただ片っぽでですね、みんなで、打ち勝っていくぞっていう集団心理っていうのは思考停止を招くそうなんですよね。例えばみんなが我慢してるから自分も我慢するんだっていうのは最もないような感じがしますけども、これね誰も考えてないっていう状態なんですよ。これがいいことに働くこともあれば悪いことに働くこともあるんですけども、近い将来日本はですね、他の国が主要都市が都市封鎖をしてるから我が国でもやらないとしょうがないよねと。今までオリンピックがどうこうっていうのがあったから決めにくかったけども、オリンピックがもうこれ、通常通り行われませんから、延期という形を取った中止になると思いますね。だから最初は延期っていう形なんですよ。来年とか再来年に延期しましょうみたいな、そのうちに中止になるというふうなシナリオではないかなというふうに私のところに集まった情報から私は判断します。まあ皆さんがどう判断するかはね、どの情報をつかむかによって変わってくると思いますんで、私の思っていることに合わせてくださいとか信じてくださいってことではないです。私は今の時点ではまずは延期の形をとって、それからいろんな理由をつけて中止になっていくっていうのが、これからね、起きてくるオリンピックに対しての動向だと思います。まあ通常開催はもうできないですよね。まあそういったことでね、都市封鎖ってのが
オリンピックがダメだと分かった時から限定的に落ちてくると思いますね。例えば東京の23区のうち、この江東区と台東区はすみません、23時から翌朝の5時まで外出禁止ですみたいになったり、あとはね、他の葛飾区は一般の飲食店はちょっと営業しないでください、1週間営業しないでくださいみたいな感じで、行われていくんではないかなと思うんですよ。で、徐々に徐々にその範囲が広まっていって、基本的に東京は東京都から出たり入ったりするのはダメですみたいなことになったりね。これ今私が勝手に例として挙げてるだけですよ。でもざっくり申し上げて、東京、大阪、愛知、この辺りは静岡もそうかもしれませんけども、限定的にですね、都市封鎖が起きても不思議はないなと思っております。まあさすがに田舎の小さい町っていうのは あんまりそこでね、感染が広がっても影響ないと思いますんで、それから感染が起こりにくいんでね、人の流通がないですから、特に過疎の町とか普段から人口が少なくって外との出入りがほとんどないみたいなね、鉄道も乗り入れてないし、まああっても高速道路ぐらいかな、しかも高速道路からもうバンバン人が来るわけじゃないからなみたいなところは、その自給自足できるような小さなね、市区町村だったらあんまり問題ないと思うんですけども、やっぱ大都市ですよね、500万人以上の都市っていうのはちょっと赤信号が灯るんではないかなと思いますし、1000万人以上のところとか、大阪とか880万人なんですけど、1000万人都市と言ってもいいでしょう、兵庫と合わせてね、まあ、そういうところ大阪とか東京っていうのは都市封鎖が起きる可能性が高いです。で、都市封鎖が起きた時に必要以上にね、パニックになる方っていうのは多いと思います。混乱する方っていうのは、いや本当はね、都市封鎖限定的に行われるんだったら通常の暮らししとけばいいんですよ。通常の暮らしプラスちょっと出控えるとか、出勤の回数を減らすとか、テレワークを促進するとか、会議はズームでやるとかっていう風な時代のビジネスの転換点であると思うんですよ。それこそ店舗を無理やりやってた方はこの機会に辞めて別の通信の仕事に移っていくとかね、コンサルティング業をするとか、会わずにできる仕事にシフトしていくいいチャンスだと思うんですよね。でもやっぱり多くの方はそれに順応してませんから、かなりね怖い思いをして買いだめとかに走ったりとかね、それからそれを煽るためにまた転売ヤーが活躍して情報をどんどん流していって価格を吊り上げると、で買い占めるみたいなことがね起きてきて、そういう人の心理的なパニックは起きると思います、全国的に。まあ、ですんでまたトイレットペーパーなくなるんじゃないですか。で、私が今回言えるのは個人的にはね大丈夫だと思ってきちんと理解できる方ばかりだと思うんですよ。この動画ここまで見た方ってのはよくよく自分で考えて判断できる方ばかりだと思うんですよ。でも個人的にそうでも社会のほとんどの人が食糧難っていう妄想に陥ったりね、買いだめに走ったりすると、あなたの手元にもやっぱり物がなくなって、じゃあスーパー並ぼうかなと思った時に行列がブワッとできてきて、その行列をプラス1人あなたがしてしまうってことになりますんで、ここでね皆さんにお伝えしたいことがあります。ここまで動画を見ていらっしゃった方は十分判断ができる IQ の高い方だと思いますので、お話します。これから3ヶ月ぐらいかけてゆっくりと人に気づかれずに、それこそ家族にもね気づかれないように、食料水の備蓄はされた方がいいと思います。それもし必要なくなったら別に普段の暮らしで使えばいいわけなんですよ。で、ここでね、なんで家族にバレないように、なるべくバレないようにっていうことをお伝えするかっていうと、その家族とかにお話しして大事になってもらっても困るんですよ。で、今ね私スーパーに行って、例えばティッシュペーパーを1枚分トイレットペーパーかトイレットペーパーを1枚分買おうと思ったら、多分店舗の大半のトイレットペーパーを買い占めることができるんですよ、1万円で。だからこういうのが3人4人5人現れたら、その地区のスーパー全部トイレットペーパーしながらしちゃうんですよね。だからそういうことを考えると、やっぱり今日買いに行って2ロール買いに行って、2、3日開けてまた2ロール買いに行ってっていう感じでトイレットペーパー貯めていくっていうのは流通に負担をかけないですし、近所近隣にも動揺をね誘うことはないと思うんで大丈夫だと思うんですよ。でもやっぱりそれがね、まあ、家族になんでそんなにいっぱい買ってんのとかになってくると、家族の不安を煽ったり、その不安に煽られた家族が他の人に話したり SNS でなんかね他の人に広めたりすることによって思わぬね動揺を広めることになると思うんですよ。で、結果ですね、まだ都市封鎖も何も起きてないのに不安が不安を呼んで、多くの人が買い占めに走って、それがまた SNS でアップされて関係ない方も悪影響を及ぼすみたいなね、
昨今の例と同じようなことが起きてきますんで、なるべく家族にバレないように、家族にバレるにしても、まあ3ヶ月ぐらいかけて緩やかに備蓄していこうと思うんだよねって、今回の件でいろいろ勉強になったんで、何も起きてない時に少しずつ貯めていって南海トラフに備えようと思うんだみたいな感じでね、うん、それこそこのオリンピックの中止命令があった時に、大量の買い込みとか年収差があるから今のうちに買い込んでおかなくちゃみたいな恐怖を煽る必要はなくって、少なくとも1ヶ月はこのまんまオリンピック関係のことはね、平行線を保つと思いますんで、その間に、必要だと思われるものをね少しずつ備蓄しておいて、それこそねそんな何十万も買う必要ないですから、2,3 万円分ぐらい備蓄があれば、とりあえずはねカップラーメンとか袋ラーメンがいいかな、袋ラーメンとかガスコンロみたいなのをもうこれを機会に災害準備用にね、今回のことじゃなくてもいいじゃないですか、10年後の地震のためにと思っていろいろと用意しておくのはそんな悪いことではないと思います。で、私が考えたのはね、今回の動画のまとめになりますけど、私が考えるのは1ヶ月以内にオリンピックができないよっていうことを正式に報告があるでしょう。その後に PCR 検査が積極的に行われて、感染者がどん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 発覚するでしょう。で、感染者のほとんどは全く気にする必要がないんですけども、でも気にする人が大半なんで、病院の機能がものすごくね忙しくなってくるということが起きます。で、各地で感染者が公表されて、死者っていうのはどん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 増えるわけではないんですけども、人っていうのはね妄想の方が好きです、好きっていうかね、妄想にかきたてられちゃいますんで、感染者が増えていくところを見て、我が国も東京もねイタリアみたいになるんじゃないだろうかとか、死者が毎日何百人も出たりするんじゃないだろうかとかね、だから年封鎖をしてものすごく不自由な暮らしになるんじゃないだろうかとか、あとは自分が感染したら多くの人から差別されるんじゃないかみたいなことが起きてくると思うんでね、でそうならないように今のうちにちょっとねいろいろ備えておくってことも必要だと思いますし、それからこれから何が起きるのかをね緩やかにちょっと考えておいてもらいたいと思いますし、特にね家族と今のうちに話し合っておいてもらいたいんですよ。お金がない方はね家族に頼ってください。お金をちょっと貸してよっていう形でね100万円200万円借りてみてください。それでビジネスをされている方は今のうちになるべくね大きい借り入れをしておいてください。現金っていうのを ATM に預けずに現金を手元に置いておくってことです。銀行が取引を停止する可能性もあるんですよ。年封鎖っていうのは進むとそういうことにもなりますし、1日の出勤制限かけられちゃったりもするかもしれないですね。でもその支払いの経費っていうのは続くじゃないですか、だから結構精神的に苦しくなると思うんですよ、現金がないってことが。でね一点間違えないでいただきたいのは、お金がなくなっても人間は生きていけます。ただ健康がなくなると生きていけません。そこはね間違えないでもらいたいんですよ。ただ社会的に経済が止まると、社会的な経済の止まりによって人間の命ってのは損なわれるってことがありますんで、まあ、ある意味ね割り切ってもらいたいんですよ。もう金はね払えないんだったらもう払わないと、払わないけど物をくれみたいなね、それはお願いしてもらうんですよ。暴動とかしちゃダメですよ。で買いだめした結果困ってる人がいたらそれをねあげてほしいんですよ。困った時に困った時に人の力になりたいっていう気持ちは皆さんあると思うんですけども、困った時にその備えがないから人の助けになれないじゃないですか。ですからそういう時にはお隣さんにペットボトルのね1本でもあげれるぐらいのことを考えながらやっていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとくどくどとお話ししましてね、要点を得ないところもあったと思いますけども、年封鎖が起きるかどうかは分かりませんけども、起きても大丈夫なようにやっていくこと、それはこれから迫るね南海トラフはじめ首都直下型地震などの国家的なね災害に対する備えにもなりますんで、無駄にはならないと思います。で、今買ったもの、備蓄したものっていうのは1年以内に、もしくはね1年後に消費してください。そしてその1年後の消費の時には新しい備蓄用の食材なり水なりをまた買い足してください。そういうような形でストックをねどん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 一定のサイクルで使うようにしておけば、緊急時にも慌てることないですしね、そういう時にあなたがね行列を作るその要因にならなくて済むと思うんですよ。行列を作ると時間まで失われちゃいますし、待ってる間にイライラが募りますからね、いいことは全くないですから。だから行列をしないような工夫を、行列ができようもないような時期にやっておくってことなのかなと思います。はい、では今回は以上ですね。ちょっと怖い内容もありましたんで、皆さんにはねあんまりこの限定動画ではでなければお伝えできなかったんですけども、また続報をねお伝えしようかと思います。ちょっとまあ一旦以上です。